ブレストブレストは、フランス西部、ブルターニュ半島西端に位置する港湾都市。フランス最大の軍港である、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏所在。ヨーロッパ最大規模のブレスト邸白地に面しており、ブレストチンジフ、戦略海洋部隊司令部、海事博物館である、ブレスト城を有する。三世紀から四世紀にかけて、ローマ人が城塞を築き、中世には、 ブルターニュー広領となって、百年戦争では、イングランド軍が上陸してきたこともあった。1532年に、フランス王国領に編入され、カナダやインドへの植民の基地ともなった。16世紀後半、古い城塞が要塞化された。昔から、フランス海軍最大の軍港であり、第二次世界大戦中はフランスを占領したドイツの潜水艦基地となった。このため、 連合軍の空襲を受けて町は破壊され戦後は1960年頃まで町の復興が続いた。またドイツ占領下では旧日本海軍が実施した県独潜水艦作戦のうち第二次海独艦移動第八潜水艦が目的地であるブレストに入港している。参照元1999年までイヘス2000年以降 INSEE ブレストジョーブレストは、最古のサイクリングイベントとしても知られる、ブルベの最高峰、パリブレストパリランドヌールの折り返し都市でもある。2008年には、ツールドフランスの出発地になった。市内を走るトラム市内には、リベルテ広場とルクブランス橋とを結ぶシャム通りがある。1686年6月18日、シャムアユタヤ王朝の王。 ナーラー家のルイ14世からの訪問施設、証文公爵アレクサンドル2世がフランスへの帰国の際に、ルイ14世への返礼施設者無交換、コーサーパン一行が同乗し、ブレストに最初に着いたことから通り名に付けられた。東通りの当初の名称は、ルイ14世時代の卓抜した軍事技術者、ボーバンが寄港したサンピエール通りだったが、 第二次世界大戦後のが礫の山と化したブレスト復興の際に現在の名前に改称した。ブレストとレンヌとを結ぶ国道12号線、南都とを結ぶ国道165号線の2本の高速道路、西部方面とを結ぶ国道265号線が町につながっている。また、欧州自動車道路の幹線の一つである E50 号線の西側の起点が存在する。 フランス国鉄のブレスト駅にはテルの電車やモンパルナス駅とを結ぶ TGV が発着する。ブレストパリ間の所要時間は早くて4時間20分である。駅に隣接するバスターミナルからはフィニステール県会による長距離バスが発着している。ブレスト都市圏ではビバスと呼ばれるバスとトラムを合わせた交通網が敷かれている。トラムは2012年に運行を開始した。 ブレスト・ブルターニュ空港は、ブレストの東隣のコミューンであるギッパ場にあり、ブルターニュ地域圏で最も大きな空港である。ウィキメディアコモンズには、ブレストに関するメディアがあります。ありがとうございます。